フラフが風に舞う姿を見ると気持ちいいし元気が出ます。南国市の観光農園西島園芸団地に掲げられたのは金太郎や那須の与一などが描かれた鮮やかな色彩の8つのフラフです。フラフは子どもの健やかな成長を願い端午の節句にあげるもので、西島園芸団地では訪れた人に喜んでもらおうと毎年設置しています。フラフは地元の人などから譲り受けたもので、最も大きいものは縦およそ 4.4 メートル横は 6.3 メートルにもなります。やっぱり桜が終わるとフラフ、やっぱりこの時期のね、高知の風物詩だと思います。このね、勇壮なフラフを見てね、元気になってほしいですね。暑い日差しを受けながら風に揺れるフラフ。高知地方気象台によりますと、今日の県内の最高気温は四万十市江川崎で 28.3 度、中村で28度、高知市で 25.6 度と、県内16カ所のうち9カ所で25度を超える夏日になりました。また8カ所で今年の最高気温を更新しています。西島園芸団地のフラフは来月末までとなっています。